こんにちは、そしたらですね、今週の講義、始めていきたいと思います。今週の講義はですね、自分のエネルギーですね。エネルギーをこう上げるためには、自分のエネルギーを上げるためにはということについてちょっと、話していきたいと思うんですけども、あのエネルギーってこう見えるもんではない、こう目に見えるもんではないんですけども、自分の中のこう中のどう言ったらいいんですかね、中のこう持ってるものというかね、そのこう中をこう見ていくといろいろこう出てくると思うんですけども、で、この自分のエネルギーをねこう上げるためにはっていうことなんですけども、エネルギーが上がるとどうなるかっていうことですね。エネルギーを上げると、エネルギーを上げるとですね、やっぱりいろんなことができるようになりますよね。だからこうエネルギーが高ければ高いほどですね、いろんなことをこうやることができるようになる、成し遂げることができるようになるというふうにこう考えます。だからこうよくねこう一点集中しなさいとかねこう言いますよね。何かをやるんやったら一向のことをこう集中してやりなさいということがあると思うんですけども、それはそれでそうだとは思うんですけども、それでもですねこうやりたいことがこうたくさんある人の場合はですね、多点集中でやるということになって、こうあれもこれもとやってしまうんですけども、あれもこれもやってですね、その、途中で挫折してしまうっていうのはですね、本人の持ってるそのエネルギーの量が少ないからそうなってしまうんですね。その人が持ってるエネルギーの量が高い、多ければ多いとか高ければですね、たくさんのことやっても全てこうできるようになるということですね。で例えばですね、この人 A さんっていう人がいますよね。A さんっていう人のこうエネルギーの 量高さが10やとして、で B さんっていう人がですねエネルギーの高さがこう、30で、 C さんがエネルギーの高さが100としますよね。これはざっくりとこう説明してますけども、でこの A さんがですね2個のことをやりたいと、2つのことをやりたいとすると、こう55となりますね。エネルギーの量が55、こう数字で表せるもんじゃないかもしれないですけども、55となります。で、分かれて55の総量でやるんですけども、それをこなすためにはこう例えば10のエネルギー、これ分かりやすく言ってますけど、10のエネルギーが必要やと、5のエネルギーしかないし、こうあとのマイナス5なんでですね、なかなかこうできないと。でその場合はですね、2つやりたいことがあったとしても、1つに集中させてそれをこう10のエネルギーでやると、そうするとそれがこなせるようになる。だからこう、一点集中にしなさいということなんですけども、例えばこう B さんのようにですね30のエネルギーがあるとしたらですね、10のことがこう3つできます。同時にこう3つできるんですね。3つできるんですけども、例えばこれをですね一点集中するとですね、言ったら10で大体できるもんが30のエネルギーでやるとですね、かなりのこうレベルでこうできる状態になるということで、一点集中するにはそれはそれでいいということなんですけども、このエネルギーの総量を上げていく、この自分を高めていくとですね、例えば100までいくとですね、これは10個のことができると、10個のことができる、 10のエネルギーであれば10個のことができるということで、いろんなことができる。だからこう自分の周りでねこういろんなことをしている人を見てみていただいたら分かるんですけども、やっぱエネルギーがこう低いなと思ってんのにいろんなことをできてるっていう人はちょっと見かけないんじゃないかなと思います。こういろんなことをこう活動的にやってる人っていうのはこうエネルギーのこう高さがあるんじゃないかなというふうに考えます。で、今日僕が喋ってるのはですね、自分の僕の勝手なこう、考え方というかですね、その何かこういろんなことを勉強してというよりは、自分の実感的にそう思ってるっていうことをこう、してるんでですね、その辺をこうご了承いただいて、聞いていただきたいかなというふうに、こう思います。ということで、エネルギーを上げるためにはっていうのは、その
別にそんなにやりたいことがそんなにねたくさんなくてですね、そんなにエネルギーを上げる必要がないという人であればですね、別にこう上げる必要はその上げるようなことをしなくてもいいというふうにこう思います。思いますというか、まあ別にその上げなくていいんですけど、結構いろんなことをしたいとかこう集中してやるにも何か成し遂げたいことがあって、それをエネルギーを高めながらそれをやっていくとですね、よりこうできるようになっていくかなというふうに思います。そしてエネルギーを上げるためにはということなんですけども、そしたらそのエネルギーを上げると言ってますけど、そのエネルギー自体は何があるのかということですね。エネルギーには何があるのかということです。そしたら、一つはですね、一つですね、生のエネルギーですね。生のエネルギー、生のエネルギーがあるということです。これはね、生っていうのはこの、性別ありますよね。男性エネルギーと、女性エネルギーというのがこうあるということですね。男性エネルギーと女性エネルギーというのがあってですね、このエネルギーがこう高いと、よりこう女性らしいと。例えば女性エネルギーが高い人は女性らしいと、男性エネルギーが高い人は男性らしいというような、こうイメージにこうなってくると。これはまあまあ漠然としてるけども、大体こうなんとなくそういうのはこう現れてくるかなとはいうふうには思いますけども。で、仕事でもそういうのがあるんですよね。男性エネルギーを高く使う仕事、女性エネルギーを高く使う仕事っていうのがあってですね、でこれをこう使っていく、普段仕事で使う、例えば、男性エネルギーをこう使うということで言うと、そうですね、こう、まあ、力仕事をこうするということをこう しますよね。まあ土木でも何でもいいですけど、そういうのをすると、それは男性、結局筋肉を使うこう仕事なんで、男性エネルギーを多く使う仕事になるんでですね、その反動でですね、次こうオフとかはこう女性エネルギーをこう使う形をこうするということですね、したくなるっていうのがこう自然やと思うんですけども、例えば、普段こうまあまあこう力仕事をしている人は、女性エネルギーであるこう癒されるようなことをこうしたいと、まあ、ゆっくり体を休めたりですね、なんかそういうことですね、うん、そういうふうにしたくなると。で例えば、僕の場合で言うと、仕事に関してはですね、そのお客さんを接客する接客業、施術の仕事なんでですね、まあ、女性エネルギーがこう高い方がいいんですね。で女性エネルギーを高くやっていくということですね、癒しの仕事なんで。で女性エネルギーを高くやると、普段こうその仕事がこう忙しくこうやった時は男性エネルギーをこう使いたくなるということになるんです。で男性エネルギーというのはですね、昔のその狩猟時代でいうと狩りとかね、そういうことになってくるんでですね、狩りを現代で当てはめていくとですね、買い物、何かを買う行為っていうのは一応男性エネルギーをこう使う形になるんですね。だから、普段こう接客業をしている人は買い物をたくさんしたくなると。でこれはなぜかというとですね、この男性エネルギーと女性エネルギーをこう混ぜ合わすっていうことですね、だから女性エネルギーを使わない状態、男性エネルギーを使って女性エネルギーを使わない状態になると、このエネルギー自体がですね、こう滞ってしまうということがあるんでですね、男性エネルギーを使ったら女性エネルギーを使うという形をとっていってですね、その混ぜ合わす、そのエネルギーを混ぜ合わすことによってこう循環させていくという、こういうこと、まあ意識してやらなくてもそれをもう体、心が求める状態になるんで、その心に従ってこう動いていけばいいというふうにこう思いますけども、そういう、ところがあるということですね。で混ぜ合わせることによってですね、エネルギーをこういい状態に持っていくっていうことですね。一つ性のエネルギーがそうですね。これが一つ。そして二つ目ですね。二つ目が、健康のエネルギーですね。健康のエネルギーというのがこうあると。これはもう一番分かりやすいですよね。その、元気があるとかね、そういうこう健康であればあるほど、そらエネルギーがある状態になりますよね、うん、でこの健康のエネルギーをまず基本として考える、僕の場合はそういうふうにこう考えました。
僕もいろいろいろんなことがやりたいっていうことがあるんでですね、エネルギーを高めて多点集中できるようにしようと思ったんでですね、まずこの健康のエネルギーを上げるようなことをこうしていこうというふうにこう考えました。うん、で健康のエネルギーはこう人それぞれ自分でこう上げることをねこうしていけばいいと思うんですけども、そのやっぱり自分でこうまずやってみてこうどう思うかとかいろいろこう続けられそうかとかいろいろ見ていってこう上げていく形を取る、これは人によってこう違うんですけども、僕の経験から言うとよかった健康エネルギー上がっていったなと思ったのはやっぱりランですね。このランをこうすることによってこう健康のエネルギーはこう上がっていったなというふうに思います。まあ走るのはこう体に負担がかかるからあまり良くないとかね、いう方もおられますけども、僕はやっぱこう走ってですね、その走り切る、例えば3キロやったら3キロと決めた距離は走り切って汗をかいてこう、まあ、シャワーとか浴びた時のこうぐっとこう上がる感じがあるんでですね、これは必要だというふうにこう思います。ちょっとすみません、暑いんでですね、今日ちょっとクーラーをつけます。クーラーをつけます、だからランをする。で一応ねその目標としてはですね、こうランをこんなしようかなと思う人はですね、3キロですね、3キロを途中歩かず、走り切る、これを目標にしてもらったらいいかなというふうに思います。だから3キロをこう途中、まあ、休まず、まあ、信号とかね、そういうものがある場合はですね、もちろん止まるんですけども、僕の場合はその信号待ちのその横断歩道の前でぐるぐる回ってますね、足踏みとかしてます。完全に自分が止まるということをしてないですね。だから走っていてよっぽどのことがない限りずっと走り続けるっていう形をこう取ってるんですけども、だいたいこう3キロぐらいをこうノンストップで走れるようになればですね、まあ、心肺機能的にもこう、いい状態にこう鍛えられるんじゃないかなということがあるんで、まあまあランですね。ランはほんまにいろんなことがこうプラスにこう、働くかなというところですね。うん、で、まあ、ランにも他にも例えばこう筋トレが好きな人はこう好きっていうかやろうと思う人は筋トレでもいいですし、そのストレッチ的なこともいいですし、あと やっぱり食事ですよね。食事、食事をこうするとか、あ、ほんで一応基本的なその健康のこう条件っていうのをこう、言っていくとですね、健康はですね、まず、そうですね、呼吸ですね、呼吸、呼吸をこうね、深い呼吸をするというかこうね、その呼吸を整えてやるっていうことがこう大事ですね。で副交感神経もこう働かすようにする、この呼吸がまず大事やということがあってですね、次がこう水分ですね、体はこう水分がね、大半占めるんでこう水分をしっかりと取ってやるということですね。水分をこう循環させてやるっていうのが大事。そしてですね、呼吸ですよ、水ですね、んで食事、睡眠ですね、睡眠、だから呼吸を整える、水分をこうしっかりしたものを取る、んで睡眠をしっかりとってやると、でこう睡眠をとってやる。そして、食事ですね、食事をこう体にいいものをとってやる、栄養のあるものをしっかりととってやると、でしていくということですね。で運動と、先ほど言った運動、これがまあ最後5番目ですね、運動と。僕はおすすめはランですけども、ということでですね、まずこれ一つずつ見ていくとですね、呼吸で言うとですね、まず、僕はおすすめするのはやっぱ瞑想ですね。瞑想で、瞑想もそんな難しく考える必要はなくてですね、まあ、あぐらじゃないですけども、ちょっとこう、いわゆる左足をこう右膝の上にこう乗せてあぐらかく形のような形でこう座禅のようなものをこうしてですね、まあ呼吸、鼻呼吸ですね、鼻から吸って鼻から吐くというようなこう作業をするっていうことですね。うん、で、僕の場合はですね、鼻から吸って鼻から出すっていうのをこう
やるんですけども、最初はですね、その鼻から吸って鼻から吐くっていうのがなかなかこうできなかったんでですね、鼻から吸って口から吐くっていうのをこうしてました。ほんでそれと加えてですね、そのあれです。肺の状態をこう良くするためにですね、そのそういうストレッチがあるんですけども、それをで自分の中に取り入れるとですね、こう鼻呼吸がこうスーッとこうできるようになるんでですね、それをしてですね、でこう鼻から吸って鼻から吐くことがこうできるようになる。そうするとまあ肺の状態がまあこう いい状態でちゃんと動いていると、肺の働きがしっかりできているということがあります。だからしっかりできてない、深い呼吸ができないと鼻呼吸がやりにくいと思います。だから鼻呼吸ができるようになっているとなかなかいい状態やと思ってください。まあ最初の段階ですけどね。でそうやってやっていって、鼻呼吸をしながら目つぶってですね、でこう僕は5分から始めました。スマホのタイマーで5分測って、鼻から吸って鼻から吐く、こういうのをこう意識してやっていく。で途中いろんなことにこう意識が飛びますね。いろんなことが思い浮かんだりですね、しますけども、それはそれで、思い浮かんでもいいです、真っ白の状態で、ずっと瞑想するっていうのは相当ねこう訓練を重ねないとできないんでですね、そのだからその浮かんでもまた そっち側を考えてしまうことがありますよね。ずっとで考えてふと気づいてですね、あ呼吸せなと思ってまた鼻呼吸の方に意識を持っていくっていう形、それを繰り返していくだけでいいですね。でその意識を持っていかれて戻す、この作業を繰り返している間にだんだんこう、僕は透明な感覚、脳が透明になるというかね、こうすっきりした感覚をこう得られていくと思うんですけども、それをこうやっていく。で5分をこう楽勝になってきたら増やしていって、1分ずつ僕は増やしていって、最終的に25分まで行ってですね、で25分まで行った後にですね、まあまあある人のこう CD を聞いてですね、それでこう呼吸、瞑想の仕方を、その基礎をね、ちょっとこうやってました。でそれが40分ぐらいの CD やったんです。毎日40分聞いてたんですけども、だんだんそれにも慣れてきてですね、今はね、全音やったかな、その瞑想のアプリがあるんですね。でそれをこう入れて、その瞑想のアプリをこう、起動させてこう毎朝やってると。で最近はまあ36分ぐらいですね、36分ぐらいこう瞑想をするとですね、かなりこうすっきりした状態になりますね。25分やってたんですけども、その25分より36分の方がより効果があるかなというふうに思います。まあ初心者の方は5分からですね、そういうふうにこう呼吸をすると、で呼吸を整えてやるということをするといいかなというふうに思います。そしてこう2番目、水ですね。これをね、取ってやるということですね、意図的に水分っていうのはね、もう水ですね。水を取ってやる。で、水の一番いいのはですね、その湧き水ですね、湧き水をこう飲むのが一番体にいいと言われていますけども、なかなか湧き水を取るということは難しいでしょうからですね、もちろんその売ってる水でもいいですし、僕の場合だと売ってる水か買ってると高いですよね。結構金かかるんで、ブリタのね、浄水器って言ってこう水道の水をその入れ物に入れたら下にこう落ちていきよるっていうのがあるんですね。でそれをこう、飲んでいるという形ですね、うん、でそういうふうにしている。で水もね、ただその水を飲むだけでもまあもちろんいいんですけども、塩水も飲むようにしてます。ちょっとエネルギーが下がった時にこう塩水を飲むと。でその塩はまあ天然塩ですね、まあネットとかで売ってる沖縄県の塩、青い海とかですね、あと僕がよく入れてるのはクリスタル岩塩っていうのがあるんですけども、それをこう入れると、それをまあ言ったら、まあ1リッターにこう1つまみ2つまみぐらい入れるんかな。でそれをこう混ぜ合わせておいて、こう冷蔵庫で冷やしてそれを飲むようにするということですね。で水っていうのはこう結構こうちょっとこう何か作業してちょっと疲れた時にパッと飲むとちょっとこう復活する感じがあるんでね、ぜひ試していただいていきたいかなというふうに思います。そして、3つ目、睡眠ですね。この睡眠はですね、まあまあこれも僕はちょっと苦労しましたけど、今はねもうだいぶこう睡眠状態はいいんですけども、
一時期ねこう寝られない時がありましたね。ほとんど寝られない。それでどれぐらいの1ヶ月2ヶ月ぐらいこう、ほとんど寝られない状態を経験した時もありました。それはもう今となってはもう克服してこういい状態を作り出しましたけども、まあ、睡眠に対し関してはですねすごくこう僕は苦労したというかこう大変やったっていうところがあります。まあまあこう睡眠さえしっかりとっておけばですね、なんとかなるともこう言いますけども、僕はそれはこう実感してます。睡眠がしっかりとれてるとですね、まあ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 なんとかこう日常の活動をこう高いパフォーマンスである程度できるんじゃないかなというふうにこう考えているというところですね。で睡眠に関して言うとこれはいろんなその人の段階によりますけども、やっぱり副交感神経を優位に働かせるようなことを、まあ、夜はこうしてやるということ、まあ言うとリラックスしてやるっていうことですね、うん、それがいいかなと思います。まあまあ一つ言えるとしたらですね、例えばこうお風呂に入るとかね、この辺をゆっくりとお風呂に使ってやるというのもいいかもしれないです。あんまり熱いお風呂じゃなくてこうぬるめというかね、自分がまあ心地いいぐらいのお風呂にこう入る。で僕の場合だとだいたいこう冬やと20分ぐらいこう入るようにしてます。でその間こう紙の本を読む。で、電子書籍と紙の本やと、紙の本やと副交感神経が優位に働くんですね。だから本読んでたりするとこう眠たくなることがあると思うんですけども、それはこう副交感神経がこう優位に働くのがあるんですね、紙の本っていうのはね。だからこう眠たくなって寝てしまうっていうのがある。電子書籍は逆にこう交感神経が優位に働くんで、電子書籍はあまり夜は読まない方がいいかなというふうに思います。これはまあ実感的に僕はそう思ってる。だから違う人は違うかもしれないですけど、僕はそうやと思います。で、そういう形でこう睡眠をねこういろいろ工夫いろいろあります。睡眠のこう睡眠をこう導入していくとか睡眠をこうに導いていくものっていうのはいろいろあると思うので、これはいろいろこう自分で試していっていいものをこう探していただくということですね。そして食事ですね。食事これはね結構大事やと思うんですけども、これもねこの限度というかね、そのあまりストイックにやりすぎるとこうしんどいと思うんで、自分のできる範囲でこうやっていくということですね。僕で言うとですね、逆にこう食事を健康的なもの、栄養のあるものを取るというよりは省いていく形にしてます。なるべく食事をしない状態、プチ断食ですね、晩ご飯をこう抜くというのを今週4日しています。週4日していって、でその連続4日じゃなくて2日間連続して1日置いて、ほんでまた2日間するという形をとってます。で5日間の食事をなかなかその栄養のある食事をこうとっていってですね、ほんで残り2日間はですね、チートデーとして何を食べてもいいし、もちろんアルコールも飲んでいいというふうにしてます。だからアルコールというのをこう毎日飲むっていうのはなかなかこうね、脳の状態も良くならないし、こう体にとってこうダメージは大きいかなと思うんで、僕の場合はお酒は好きですけども週2回にしてます。で、食べるいろんなもん好きなもんこう例えばラーメンとかね、カップ麺とかね、カップ焼きそば、他お菓子とかポテトチップスとかもね、好きで食べるんですけど、食べれるのは結局、その2日間ですね、チートデーに決めた日だけをこう自分の好きなもん、ケーキでも何でもこう食べるという形をとっていって、で5日間はなるべくこうね食事をとるというよりはこうデトックス的なこう感覚、まあもちろん昼ご飯とかは食べるんですけど、晩ご飯に関してはそういう形をとっているということですね。そして運動ですね。この運動に関してはですね、あれですね、やっぱりランが基本になってくる。ランができないんであればウォーキングでもいいんですけども、この辺をね、こうちょっとしっかりとやっていくと、すごく体は整っていくということが思いますね。集中力も上がりますし、気持ちも良くなりますね。気持ちのこうモヤモヤしてたもんがすっきりしたりとかもしますし、で筋トレであったりストレッチであったりいろんなねことをやっていけばいいとは思うんですけども、うん、運動もねこう自分に合ったものをこうやっていくということがいいかなというふうに思います。うん、この辺のね、健康のエネルギーでいうとこの5つをこうしっかりとこう、
この5つをちょっとずつでもどれでもいいんでちょっとずつこう良くしていくのをこうずっとずっとやっていくとですね、健康のエネルギーはこう上がっていくかなというふうにこう思います。で2つ目のこの言ってたエネルギーは健康のエネルギーですね。うん、そうですね。で、やっと3つ目ですね。3つ目になります。なかなかこれ消えない、この消しゴムは消えないですね。ですね、3つ目のエネルギーがですね、感情ですね。感情のエネルギーですね。感情のエネルギーをこう、なるべくこう一定にというかね、多少やっぱこう感情は上下します。いろいろね、多少というかいろいろ上下すると思うんですけども、感情のエネルギーをこうなるべくこういい状態で保っておくっていうのがこうエネルギーを高くする、ことになると思います。例えばこうありますよね。こっちがこう例えばネガっていうんですね。こっちがポジティブで、ここはまあ、ニュートラル、ニュートラルでいいかな、ニュートラル、ニュートラルでこうあるとすると、感情がねこうあるとするとですね、なんとなくこうポジティブな感情を持ってる方がいいようにこう思うかもしれないんですけども、あんまりポジティブすぎるとですね、これはこれでねちょっといろんなこう危険があるんですよね。ポジティブすぎる、何でもできるできるとやっていくとこう、まあいろんな失敗をこう呼び起こすこともあるということで、一応ねちょっとポジティブより、ここですね、この辺ちょっとポジティブよりにこう、いてるんがいいかなと思います、感情としては、うん、でネガティブに関してよるのは基本的には全てあまり良くない状態かなと、いうことが言えると思います。うん、この、ちょっとだけポジティブ、ニュートラルよりちょっとだけポジティブっていうところをこう意識するということですね。ただですね、この、どんな時何が起きてもここにいとかなあかんということではなくてですね、まあ、お店ののれんとかありますよね、うん、のれんありますよね。のれんってこうのれんをねこうくぐるとき押しますよね。押したらですね、その入っていきますよね。でそれは僕が入っていったらそのれんはまた戻りますよね。こう戻るで戻ってだんだん揺れてスタッピタッとこう止まりますよね。でその止まった場所がここやったらいいっていうことです。止まった場所がここやったらいいっていうことで、その、人間感情揺れるんで、この揺れたらいいんですよ。揺れてその戻ってくるとしっかり元いた場所、このちょっとだけポジティブ寄りっていうのを意識してそこにいときながら、何かあったら揺れるんですけど、揺れてまたこう戻ると、うん、だからこう、悲しい気持ちになったりこう怒りの感情があったりとかそういうのがあってもですね、またここへ戻す、このスピードを上げるということです。で、すごい嬉しい気持ちがあってポジティブに上がってそのままでやるとまた大変なんで、ちゃんとここへ戻してやるという、そういうねこう意識をしておくということです。感情ね、この感情のエネルギーをここへ状態へ持っていくっていうことが大事ということです、うん、ということで、でこの揺れ幅がだんだんなくなって常にこの、ちょっとポジティブ寄りにいてるとですね、こう物事をうまくいきやすいということです。僕はまだまだねこうネガティブによることもあります。そう、怒りの感情が出たりもするんですけども、なるべくここへこう戻しておく、で戻しておくにこう戻しておける場所があるというかね、そういう場所を作っておく、そこへこう戻す、自分がそこへ戻る、場所を作っておくっていうのもこう必要かなというふうに思います。で、ルーティンありますよね。いろいろこう朝のこうルーティンがこういろいろ、朝でも何でもこう仕事とかで何でもねルーティンがあると思うんですけども、例えばこう掃除をするとかね、僕も毎朝あの掃除をしてますけどね、毎朝と、まあトイレ掃除もこう毎日してますけども、そのルーティンをすることによって元あった場所、このねちょっとポジティブ寄りの場所にこう戻すんですね。その朝いろんなことがこう起きた時に、起きたりとかそのなんか起きた時のこう体調とかでこうちょっとネガティブ寄りに寄っててもですね、毎日やってることがあるとですね、その
まあ、今は掃除にしますけども、その掃除をすることによってここへ戻していくんですね。その作業のためにこう、例えば仕事場ではそういう、朝のこう作業があったりするんです。そこでこう戻していくんです。その作業のためにそれがあると思ってもらった方がいい。もちろん店の準備のためにするんですけども、そのそういう側面もあるんですね。だから自分がちょっとポジティブ寄りに寄せる作業を作っておくことであったりとか、そのために例えば音楽でもそうですよね。音楽をこれを聞くとこう気分がそこへ戻るとか、そういうのでもいいですし、あとはその場所ですね。ここへ行っとくと、その例えば自分の部屋に戻った時にそこへでこうリセットさせるとか、いろいろあると思うんですけども、ここへ戻してやるというか、こう揺れるのは全然悪くない。どうしてもね、ここへ何があってもここ動かない状態っていうのを作り出したいとこう思ってしまうんですけども、それはなかなかちょっとね、相当レベルが高いかなと思うんで、僕はもうガンガン揺れるときは揺れるんで、あまりポジティブ寄りによることがちょっと最近少なくなってきましたけども、ネガティブというかその怒りとかね、なんかしんどいとかいうのはやっぱりこうあるんですけども、やっぱりなるべくこう戻していくようにこうする。でここを保っとかないとあまりいいものをこう引き寄せないことがあるというふうに感じるんで、ここをまあ意識、こう揺れても声戻すっていうことを意識するっていうことですね、まあまあ感情エネルギーがあってですね。で4つ目ですね、4つ目がですね、これがわあちょっとあの黒板がホワイトボードが汚いですけども、知恵のエネルギーですね。知恵のエネルギー、こう知恵のエネルギーっていうのをこう上げてやるということですね。まあ知恵のエネルギーが高い人っていうのはこう学者さんとかですね、そういう方とこう喋ったり、お医者さんとかね、そういう方と喋るとこう知恵のエネルギーが高いかなと思うんですけども、知恵のエネルギーっていうのはですね、知識と、経験、知識と経験を足したものが知恵とこう思ってもらえればいいと思います。何かこう情報を得てですね、それを使うということですね。そうすることによってこう知恵のエネルギーが上がるということです。だからまあ言ったらこうアウトプットです。アウトプットする、インプットとアウトプット、思ってもらえればいいと思います。インプットとアウトプットですね。なんかこうね、インプットしてアウトプットする、そうすると知恵のエネルギーが上がる。例えば学生さんやとこう授業やなんかでこう勉強しますよね。それがまあ知識ですよね。インプットしますよね。ほんで経験っていうのはアウトプットと考えるとですね、テストですね、テストでそれを、問題を解く、ほんでこうやっていくということがこう、知恵のエネルギーを上げるという形になると。で学校のその試験でいうとそういうことですけど、もっとこう全然違ってですね、いろいろあると思います。例えばこうアウトドアへ行くときにこう、こうやったらこうなるっていうのをこう知識として入れてですね、その経験としてそこでその場をやると、そうすると知恵のエネルギーが上がるということです。でこれがね、僕は自分で当てはまってこう知恵のエネルギーがこう上げるためにこうできることがこうダイエットなんですね。ダイエット、ダイエットがですね、こう知識と経験、インプットアウトプットっていうのがものすごく それを繰り返すことになるんで、知恵のエネルギーが上がるなと思ってます。でダイエットでこうしたら痩せるとかね、そういう情報を得ますよね。ほんでそれを試してみるんですね。でそれを経験するということですね。でやっていくとこう、あこれはこうやからこうやなっていうのがこうだんだんこう、見えてくるというかね、こう、なってくるということで、まあ太ってる方はね、知恵のエネルギーを上げたい場合はダイエットをするとすごくこれは実践的になりますね。でダイエットっていうのはこう健康のエネルギーを上げることにもなりますし、感情のエネルギーを上げることにもなりますということです。で性のエネルギーも上がることになるかなということで、ダイエットっていうのは非常に全部がこう網羅されているようなことですね。ダイエットを成功させるということはですね、だからまあまあ知恵のエネルギーをこう上げるということで、自分の今日のテーマである自分のエネルギーを上げるためにはということはですね、あこれ4ですね、だから性のエネルギーとをこう循環させることですね、性のエネルギーを循環させると、性のエネルギーを循環させることとですね、
まあ、健康のエネルギーですね。健康のエネルギーっていうのは、呼吸、水ですね、水で、睡眠で、食事、運動、これを全部上げていくことによって健康のエネルギーが上がっていくと。で、健康のエネルギーを上げていくとですね、結局感情のエネルギーも上がるんですね。健康のエネルギーを上げると、感情のエネルギーも上がるんですけど、まあ、感情のエネルギーっていうのはちょいポジティブと、ちょいポジティブな感情をこう保っておくためにいろんなことをこうしてやるということと、ほんで、知恵のエネルギーですね、知恵のエネルギーをこう上げていくということになりますね。知識と経験ですね、これを高めていく、たくさんこう増やしていくということです。だから知識増えるだけで、エネルギーって上がっていくんですよね。だから好きなことをこう没頭してやってるとですね、そういうエネルギー上がってるということになりますね。最初だから好きなことをガーッとこうやっていればいいんですよね。そしたらこうエネルギーっていうのは上がるということになると思います。うん、だからまあ基本はですね、やっぱ健康のエネルギーだと思います。健康のエネルギーをこう上げていくとですね、結局おのずと全部上がっていく形になりますね。何かをこうやっていきたいと思えばですね、もちろんその知識や経験をやっていきますよね。それで感情はもう高まりますし、エネルギー、性のエネルギーも循環されるということになるかなというふうに思います。ということで、今週の講義はですね、自分のエネルギーを上げるためにはということについてちょっとお話しさせていただきます。まあ僕の勝手なね、考え方ではありますけども、ということで今週は以上となります。ありがとうございます。